寝心地良くなったね。在宅ワークをする人にはもう早く買えばよかったね。この中にあの材料とか調味料ポンポンポンって入れて、皆さん、神油ネルソン水島です。別にこの体勢で喋ってることにあんまり意味はないんですけど、今回はですね、あんまり選ぶとは全然関係ない話なんですけど、今までね、あのベトナムに住んでた時って基本引っ越し先にあの家具とか大体揃ってるんですよ。だからあんまり自分で買う必要がなかったんですけど、新生活でだいぶいろんなものをもう買い漁りまくったんですよね。でその中でもあのこれは買ってよかったと、36歳独身男が、田舎で一人暮らしをするにあたってこれはいいものだぞ、これは買った方がいいですよつうものを、ランキング形式で、12位からお伝えしていきたいと思います。はい、結果12位になった、中途半端な数字になりましたけど、よろしくお願いいたします。よっしゃー、いくぞー。ぶっちゃけすでにここにいろいろ書いてるんですけど、発表してきて、して。あの、こうして家の中を見せる割に、はっきり言って全然掃除してないんですけど、その辺はあんまり気にしないでください。さあ、第12位。第12位は、ちゃ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 ーん。はい、なんて読むんですかね。北陸送水、間違えてたらすいません。この、シャンプーとボディーソープですね。すいません。ちょっと汚くてすいません。これ買ったっつうよりかは、うちの妹の結婚式のお祝いの、返礼品みたいな。なんか、そんなんでもらったやつなんですけど、すっごいいい匂いするんですよ。あの、うちの兄貴がこれ使ってて、で、それで、めちゃくちゃええ匂いやん。なんかヒノキみたいな感じかなって思って、で、それで買った。いや、買ったんじゃない。あの、妹にもらった。だからなんかこう、リフレッシュできるものが、一つあるだけでやっぱ違うんですよね。はい、続きまして、第11位は、はい、この、ウェブカメラでございます。こいつはね、まだほんと、買って多分1週間経ったくらいなんだけど、やっぱり離島にいるから、こう、必然的にオンライン飲みが増えたんですよね。コロナも、当然あるけども。で、あの、お話しするにしても、まあ、パソコンの備え付けのカメラでもいっちゃいいんだけど、あんまり画質が良くないんで、このウェブカメラを買ったの。さすがあの、ハイビジョンって言うんだっけ。まあ、HD。なだけあって結構映像綺麗です。霧の良い第10位は、はい、こいつ、あ、しまった、片手であんまり引き出せないな。ホームベーカリーくんです。よいしょ。はい、まあ今何も入ってないんであれですけど、パンをねこう焼くんですよ。まあ当たり前ですけど、ホームベーカリーなので。で、なんだろうな、いちいちこのパン買うのもお金使うわなーって思って、まああとはその自分で焼きたてのパン作るとさ、なんか生活リズムが良くなるじゃないですか。まあ、何、週に1回必ず作ってるわけじゃないけども、なんかきちっと生きてるな、みたいな、気持ちが味わえるので、ホームベーカリーをだいぶ早い段階で、てか引っ越し前に買いましたね。あの、おばあちゃんの家にいるときに。で、冷蔵庫の中身を見せるのあれですけど、こうしてね、ホームベーカリーで作った食パンを置いてたり、あとはこう、ピザ生地ですね。ちょっとこの辺乾いて変な色になってるけど、ピザ生地作ったりとか。これで何？ご飯物とかパスタだけじゃなくて、ピザとか、まあ、パン系のものを普通に食事として食べれてるから、あの、食のバリエーションはめちゃくちゃ上がりましたね。今人生で一番上がってるんちゃうかな。まあ、実家に暮らしてる方が、やっぱおかんが作るってくれるからもっとバリエーションあるけどね。第9位は、
シーツのセットです。まあ、これも割と最近買ったやつ。やっぱね、さっきの、シャンプーとかボディーソープといい、こう、肌に触れるものにすごい金を使うようになった。なんだろうな。QOL、クオリティオブライフを上げたがってんのかな。で、これアマゾンで安かったんで、買ってみたんですけど、いや、大当たり。すげえめちゃくちゃふわふわしてて、寝心地良くなったね。ぐっすり眠れるようになったね。なんて言ったらいいのかな。ファブリックではないよな。フリースっていうのかな、これは。まあ、そんな感じで、めちゃくちゃ肌触りがいいんで、ぐっすり眠れるね。あったかいしね。で、これね、実は二通り、この掛け布団っていうのかな？シーツかな？これに関しては二通り使えるっていうことで、こうやって掛け布団に、掛けるというか、掛け布団のシーツ代わりもなるし、あとは、膝掛け？これリビングで使ってるんですけど、こういう感じで膝掛けにも使えるから、割と万能というかね、使い勝手が非常にいいやつです。はい、さっき9位って言ったんですけど、僕8位と9位逆でしたね。次が真実の9位か。だからシーツが8位で、次が真実の9位は、はい、ノンオイルフライヤーでございます。すみません、ちょっと空き缶が、お酒の空き缶が転がってて恥ずかしい。別に恥ずかしくないんだけど。はい、ノンオイルフライヤーでございます。これね、まあ、名前の通り、オイルを使わなくて、揚げ物ができる。まあ、正確には、なんだろうな、揚げ物っつうよりかは、めちゃくちゃ高速で、熱い空気を当ててるみたいな感じなんですけど、意外とそれなりにね、唐揚げ風なものも作れたりとか、重宝してます。よいしょ。こうやってね、この中に揚げ物を入れて、で、ちょっと待ってね。こんな感じで、なんか、ピッピッピッピ、設定して、いろいろやるという。あ、しまった。え、これ、あ、動いちゃ、ちゃ。あれ、これどうやって止めんだ？え？あ、消えた。まあ、なんだ？ 9 位でした。引き続きまして、第7位。まあ、急にこっからね、ちっちゃいものになるんですけど、エコバッグですね。自炊をするということは必然的に、スーパーでめちゃくちゃ買い物するっていうことでして、すごい使い勝手のいいでっかいエコバッグを探してたんですよ。で、これはね、2台目なんですけど、こいつがすごく有能で、めちゃくちゃ広がるんですよね。ちょっとごめんなさい。うるさいと思うけど。ガタガタと。こいつが、こうやって開いて、にょいーんと伸びるんですけど、で、これをそのままガーって開いて、いろいろ入れられるんですよ。めっちゃ入る。全部入らなかったことがない。まあこれ Amazon でかなり人気商品なんで、普通にエコバッグって検索したら、上位の方に出てきますけど。で、何？折りたたむ時も簡単で。まあ、こんなぐるぐるぐるっとやって、パチってやったね。それだけでいい。これ車に常に置いとけば、まあ困った時でも、いや困った時っていうか、困んないってことですね。はい。第6位。サーモスのマグカップです。逆光すごいな。こんな感じ。メタリックのね。いや、ちゃんとしたサーモスの、何？コップ初めて買ったんですけど、めちゃくちゃ保温性、保冷性が高い。一回びっくりしたんがね、これ、あったかいやつ入れて、まあ、蓋をして冷蔵庫に入れてたんですよ。で、別に、まあ、冷たくなっ
ったらなったでそれで飲むつもりだったんだけど、まだちょっとぬるかったから、ほんまにね、あのここ真空なってるから全然熱も冷気も通さないんですよ。まあこれ一人暮らし、あれだな、在宅ワークをする人にはぜひおすすめしたい商品ですね。これも朝入れたやつが入ってて、まだちょっとぬくいんですけど。まあ、ぬくい。続きまして、ちょっとメモを見てます。第5位は、万能ボックス。なんて言ったらいいんかな、ちょっと物を見せるね。これです。あ、ちょっと洗濯も入ってる。これこれこれ。これね、なんか3個セットで買ったボックスでね、こうなんで、折りたたみ、こんな感じでね。まあ、なんも、手離したら伸びるんだけど、こんな感じで、ちっちゃく収納できるんですよ。で、これ何に使ってるかっていうと、まあ、さっき洗濯物入ってたって言ってたけど、そういうのを入れるために使えるし、こんな感じで、何より軽いですね。こんな感じで使えるし、あとちょっと、あんま中身見せられないんだけど、ゴミ箱にして使って、これとか、あのテーブルの下のね、こんな感じでめちゃくちゃ使い勝手がいい。ゴミ箱にもなるし、あの洗濯物入れカゴになるっていう、すごい優れものな感じ。邪魔になんないね。こっからが本気のおすすめアイテムになってくる感じですね。まあ今まで十分おすすめなんだけど。第4位クロームキャストです。ちょっとこれ見ても、画面見てもいまいちわかんないんだけど、裏側につけてる。これ。クロームキャスト。よくわかんなかったんですよ。その何ができるのかとか、そういうことがね。普通にスマホとかパソコンの画面をミラーリングできる程度の感じだったんだけど、Spotify とか、YouTube とか、あとは Netflix とか、最近TVer も対応してるって分かったんですけど、すごいスマホのね、アプリからワンタッチでこのテレビの方に映せるんですよ。なんか試してやってみましょうか。ちょっとアプリはあんまり公開するのもあれやからな。Spotify だったり。これね、ボタンをワンパチッと押して、そしたらほら、ちょっと接続に時間がかかる時もありますけど、おー、失敗してるやん。失敗する時もあります。そうだ、補足。これね、ご飯食べるときにあんまりテレビをそんなに 見ないというか、面白い番組って感じるものが少ないから、なので、よく YouTube とか Netflix とか、こうやってワンタッチでテレビ画面に映して見ながらご飯食べたりしてます。すごい、これを買うことで、なんか生活がちょっとエンタメ色が強まりましたね。後で紹介するですけど、書斎もわざわざそのためにこの隣の今寝室になってるけど、そこからこっちの方に持ってきましたからね。続きまして第3位が、そのさっきちょろっと言ったんですけど、はーい、これ LG デスクでございます。もうめちゃくちゃね、物置き倒してるけど、まあ、気にしないでください。在宅ワーカーなので、基本的に、なのでものすごいちゃんと仕事ができる環境を作りたかったんですよ。で、この L 字デスクね、めちゃくちゃ組み立てるの大変だったし、めちゃくちゃでかいから、また引っ越しするときがすごい悩ましいんだけど、買ってよかったなって思いますね。普段、こうして座って仕事しながら、
で、まあ、こっちになんか書類を置いたりとか、あとは、まあ、ここにランチョンマット敷いて、ご飯食べながら、こう、テレビを見る。まあ、っていうようなスタイルとかもよくやったりする。いいよね。こう、二面最高的な感じで、二面デスクみたいな感じでね。これは多分俺、これからも基本的に家には L 字デスク置くんじゃないのかな。それくらい気に入ったね。まあ、田舎ゆえに広い家だからこそできるゲートだよね。この辺りで趣向を変えて、おすすめをするわけではない、いまいち自分の中で評価が定まってない2つを紹介したいと思います。その1つが、懸垂域です。まあ使ってはいるけど、ちょっとデカさ的にコスパがいいとは言わないですよね。まあなんだろうな、コスパでも、コスパが良かったかどうかは自分の意思次第なので、そういう意味でダメ出しすると結果的になんか自分をダメ出ししてるみたいだ。なので何とも言えないという評価になってます。でもう一つが、もうちょっとここから見えてますけど、ハンモックです。いや、ハンモック自体はすごい、僕ベトナム住んでる時にめっちゃ好きでよく部屋に置いてたんですよ。なんだけど、ちょっといかんせんこれね、でかすぎてね、この、まあ、暖房ロギバーにしてるからいいんだけど、この部屋のほら、もう見ての通りほとんど丸々一つ使っちゃってるんですよね。もうこれ置いてるおかげで誰か友達泊まりに来ても布団ろくに敷けないみたいな。まあ泊まりに来たことないけど、コロナなんでね。うん。いやー。で、あとこの季節になるとさすがに寒い。寝転がっても。夏は結構仕事疲れたなーと思ったら、寝たりとかしたんだけど。いやー、もうちょっとちっちゃくて折りたたみできたらなー、最高だったんだけどなー。まあこれ買った俺の問題です。では、第2位に行きましょうか。もうね、これはね、もう、おすすめっていうかね、あえて言いますよ。あえて言います。買え。もう、買えと。命令系で言いたくなるくらい、僕の家事をね、めちゃくちゃ楽にしたやつですね。もう、人類みんな持った方がええんちゃうかみたいな。人類言ったらちょっと言い過ぎですけど、そんなやつです。はい、そんな第2位は、お掃除ロボットです。今朝も動かして今充電中です。ちょっとホコリが汚いけど、ルンバあるじゃないですか。で、あれ5万6万くらいするでしょ。なので僕、お掃除ロボって全部それぐらいの価格帯だと思ってたんだけど、探すとね、これ1万5000くらいで買ったのかな。KYVOL キボル、なんかあれやな、プログラム言語みたいな名前やけど、わかる人おらんな。キボルっていう名前なんだけど、これがね、俺ルンバ持ったことないから比較はできないんだけど、だけど全然ね、問題ない。全く。リモコンついてるし、なんやったら Wi-Fi で連携して、アプリでも使えるから、 Google ホームも連携してんのかな。スケジュール機能もあるから、ほっといても今日の朝8時半ぐらいに動いたりとか、あとは水曜日かな、動いたりするんだけど、いや、もう早く買えばよかったね。こんな金額でこんな素晴らしいもん買えるんだったらさ。それまではクイックルワイパー的な感じで拭いてたんだけど、もう一切いらなくなったからね。で、こんな感じね、ちょうど絨毯、これめちゃくちゃ跡が残りやすい絨毯だからはっきりわかるんだけど、こんな感じで今日出かけてたんだけど、掃除ロボが動いてる時に。で、帰ってきたら、こんな感じでもう働きましたよ、みたいな感じで跡が残ってたっていう。なんかこう、一人暮らしやから、これ寂しいんだけど、ロボットを飼ってる、ペットを飼ってるみたいな、そういうちょっと、なんだろうな、愛玩具的な役割も実は備えてたりしてます。言えば言うほど悲しくなりますけど。はい、ある、私が買って本当に良かったなと思う家電に限らないアイテム、めっちゃグダグダな喋り方してるけど、第1位は
にゅーん、だだ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 、はい、ホットクックでございます。いわゆる電子無水調理器、ほったらかし家電とも言われてますよね。です。この中に材料とか調味料をポンポンポンって入れて、で、ピッピッピーって押したら、こう、肉じゃがとか、カレーとかいろいろメニューが出てくるんで、もうあとはポチッと押して、例えば30分もしたら、もう料理ができてるみたいな、もう半分ドラえもんの秘密道具みたいな、なんか、すごい次世代家電と言ってもいいものです。安くはないんだけどね。4万5万ぐらいしたのかな。だから、もう何やったらルンバくらいの金額するんだけど、全然物は違うけど、買ってよかった。これはほんまにね、革命でしたね。何がいいってさ、まあ、ほったらかして、楽だっていうのもあるっちゃあるんですよ。だけど、料理で一番めんどくさいのって、食材を切って準備することだと思うんで、結局そこは自分でやらないといけないんですよね。だけど、何がいいって、もう、確実に美味しいものが食べられるっていう安心感なんですよ。もうなんか、自分の家に、シェフがいるような感じ？シェフっていうほどのもんじゃないんだけど、なんか、おかんですよね。家電おかんがいるような感じ。だから、なんだろう、すごい食のバリエーション増えましたね、一人暮らしを始めて。で、外で食べようにも、島の場合って、まあ僕、和泊町っていうところに住んでるんだけど、和泊の集落の名前、和泊っていうところに行かないと、飯屋があんまりないんですよね。で、夜だったら、こう、飲み屋とかになっちゃうから、飲み屋行っても、車で行ってるとそんな安易にお酒飲めないじゃないですか。まあ飲んだら飲んだで代行を読んで帰らないといけないし、そういうところで家の中にいながら、うまいもんが食べられるっていう、もうほんまね、これがなかったら、俺、こんなん言うのもあれやけど、田舎暮らし、厳密には飯屋が近くにない田舎暮らしって、無理やったんちゃうかな。時代がね、我に味方しましたよ。もうそれくらい感謝しているホットクックさん、もうシャープありがとう、シャープさんありがとうですよ。なので、4万5万って聞くと、結構、あ、高いね、みたいな、なんか、言われることもあるんだけど、もうそれだけの価値はあるから、私はね、個人の感想ですけど、もうぜひ買ってもらいたい。マジで、ホットクックと、お掃除ロボと、クロームキャストと、それくらいかな。それくらいあったら、もうね、ほんま家事めっちゃくちゃ楽になる。あとは何？食洗機とか、あとは、乾燥機付き洗濯機とかもあれば、もっともっと進むんだろうなと思うけど、まあちょっと一人暮らしで買うほどのものではないと思って、買ってないけどね。でもまあ今後もしまあ、なんかこう、結婚して、二人暮らし三人暮らしわかんないけど、そんなタイミングになったら俺はもう迷わず買うと思うね。今ってほんと便利ですよ。家事、お掃除ロボとホットクックだけど俺家事多分半分くらいになったからね。まあそれこそ、浮いた時間はそのまま仕事とかに使えるから、フリーランスほど実はあるといいんじゃないのかな。まあそんな感じでした。ちなみにね、さっきからちょいちょい僕メモらしきものを見てたんですけど、それはそれで面白いやつを最近買って、メモ帳、メモパッドなんですけど、この色かけるんですよ、これで。ドラえもん。ああドラえもん、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 ほんわかパッパ、ほんわかパッパ、ドラえもん。悟空書こうと思ったけど、もういいわ。はい。こういうね、いろいろ書いてるじゃないですか。見てくださいよ、見てくださいよ。ボタン一つで消える。でも、電池とかは入って、
あ、入ってるわ。電池なんだけど。だけどまあ、これでね、暇な時とかお絵描きできるんで、すごい、字の練習？あ、字の練習って言いながらすごい汚いけど、書けるから、すごいね、暇つぶしができるようになりましたね。うん。これ安い。1500円、600円くらいで買ったから、絵描くの好きな人とかは、これ買ってるといいと思いますよ。本当なんか、ちょっとなんか、数分時間余ったら、書いて息抜きになるしね。いいものです。この字割とうまく書けたな。いや、今字練習中なんですよ。再現性がないんだけどね。ダメだな。もうこれ最強の字だな。これ最強だよ。俺はこういう字を書けるようになりたいんだよ。今書いたけどさ、再現性がないんだよ。ないんだよ、再現性が。はい。そう、まあ、そんな感じで、私が、買ってよかった、ぜひとも皆さんにおすすめしたい、家具家電、12位から1位までをお送りいたしました。なんか、今までは基本ね、島の外に行って、いろんな人に取材したり、あとはなんか、ヤギに草むしりさせたりとかいろいろやってたんだけど、まあね、今までの中でなんか、すごいなんか YouTuber っぽいことをしてるかもしれないですね。まあでも、やってることはめちゃくちゃプライベートを丸出しにしてるっていうだけなんですけど。まあ今回、紹介した家電とか家具は、YouTube の概要欄の、下の方ですね。にリンクを貼っておくんで、皆さん気になるなと思うやつがあったら、ぜひ飛んで購入して、そしてアフィリエイトのお金を渡しにください。お金を渡しにください。今ね、クラウドファンディングやってるから、めちゃくちゃなんか今言ったことでなんか背徳感めっちゃうわーって入ったんだけど、そのクラウドファンディングとはまた関係ない話で、まあいいや。でもまあ普通におすすめなんで、皆さん、アマゾンだろうが何だろうがいいから、ちょっとこの商品本当に買ってみてください。買ってよかったって思えるもんだと思うわ。俺と環境が似てる人には、特に。島なんてね、島っていうか、田舎はね、家が広いからね、みんなロボットお掃除機買ったらいいと思うんだけどね。だけどなんか、おじいちゃんおばあちゃんとかだったらちょっと扱いも大変だから、そういうハードルもあったりはすると思うんだけど、めちゃくちゃ便利になるのにな。逆に言ったらめちゃくちゃ売れる伸びしろあるのになとも思うね。もうハイテク家電は田舎を攻めろ、ネルソン水島。もう俳句にも短歌にもなってないんだ。じゃあちょっとそろそろお腹が空いたんで、ホットクックで作った何がしらかを食べたいと思います。これホットクックで作ったドライカレーやね。よいしょ。まあ冷凍した状態なのであんまり美味しそうには見えないけど、いや、まあこの辺で、ネルソン水島でした。じゃあねー、バイバーイ。みんな見てくれてミヘディロー。ほら。